以内に最も有名な英語の予備高校生になるって宣言してますから、だからちょっとねコメント欄でいいんで、テレビ出るんだったらこういう企画やってほしいみたいなのはぜひ教えてください。自分自身こう今どんどん出してきてるので、やっぱ文法をやってたから自分で喋れるようになったかなっていうふうに実感してます。ということで始まりましたマテチャンネルです。今回はですね、今のね現状をどんな感じでやってるのかっていうのを話していきたいかなと思いますね。まあいろいろとねプロジェクトが進んできて授業動画ですね撮影してるんですけども、どんな形でやっていくのかをちょっと詳しく話していこうかなと思いますね。メディアにこれから出てくので、やでしたよ授業、そのさ、まあテストなんでまだ本番のやつではないんですけど、そのメディアの人たちの前で授業したんですよ。いや、やりづらかったすごく嫌だった、まあ、いろんなテストだったんですね。まあ黒板サブチャンネルでね、黒板買ったよんみたいに出したらさあね、メインチャンネルより再生されるってね、最近ちょっとサブチャンネルの方が再生されることが多かったりしますねって感じでやったんですけども、まあ、黒板と、そう、それと電子黒板がねあるんで、電子黒板と両方使って、この映像撮ったらどんな風に映るかとかっていうのをやったりしたんですよ。電子黒板もね結構でっかいやつ買ったんだけど、コネ使って割引とかしてもらって買ったんだけど、これを買った人は初めてだって言ってましたよ、その家電量販店の人が、まあ、やっぱそうだよね、電子黒板なんてでっかいやつ買う人なんかいないよね普通ね。プロジェクトはすごい進んでて、だ今日は新聞の取材が2本あって、その後が声優さんとコラボ撮影みたいな感じで撮影して、であとはね、そうそう、テレビ用のねちょっとね動画とか写真のね撮影があったりしたんでね、もう嫌なんですよね写真ね、このね本当に笑ってくれとかさ、ちょっと見ますか、こんな状況だったりとかしたんですけど、もしかしたら YouTube 今回の、その前これの前ちょっと暗いから暗いですか、では回ります。はい、こういった形でやって、で来週も新聞雑誌、あとオンラインのやつがいくつかありますね。その有名雑誌のオンライン版っていうのが2つぐらいかなあって、3月末までもバンバンやりますね。もう4月にドンと出る予定です、はい、やるからにはとことんやりますから、まあ強敬 YouTuber ってなかなかうまくいかないもんなんですけど、講師としてはねちゃんと予備校講師としてこうずっと長いことやってきてるわけですし、機材やっぱちゃんとこだわって出したいので、できちんとその黒板があって、電子黒板ありの、そしてカメラもちゃんとして、まだピンマイクないですけど、来週そのテストじゃなくて本番の授業ではちゃんとピンマイク使ってやっていくって感じですね。じゃあ具体的にね、どんな風にやるのかっていうのをちょっとまあ話せる範囲で言っていこうかなと思うんですけど、まずまあサブチャンネルほど言ってますが、新チャンネルは立ち上げます。新しくやります。毎日上げていく予定です。できれば週7日出したいなと思ってる。もしかしたら間に合わなかったら5日になっちゃうかなというのもあるけどね、月から金みたいになるかもしれないですね。でそれは何なのかっていうと、そうですね、さっき言ったまあ機材とか、まあ、教える能力とかの問題だけじゃなくて、編集をちゃんと YouTube 用にやるので、そのまま撮ったものを流すってわけではなくてちゃんとします。ただその時に、まあ、当然自分が全部編集したら、普段出してるこのメインチャンネルがあってサブチャンネルもあるので3つのチャンネルやんなきゃいけなくなっちゃうんで、それは相当しんどいし、それに加えて普通の仕事もあるわけですから、だから一応他の人にもやってもらうんですが、まあ、本当にプロです。プロ中のプロにやってもらいます。フリーランスで動画編集ちょっとやってますとかじゃなくて、本当のプロ中のプロですね。ただやっぱり英語じゃないですか。英語わかんないとどうやっていいか分かんないっていう部分がどうしても出てきてしまうので、多少は僕も編集しないといけないわけですね。例えばここをこう変えたいとか、まあ自分の授業なんで、ああこことここをつなげた方がいいなとか、ああここはカットした方がいいなとか、ああ字幕の部分これは入れたいな、全部板書するわけじゃないので英語の部分っていうのは、だから英語字幕こう自分で打たなきゃいけなかったりするので、だから全部ここの部分にこの字幕出してくださいとか、ここはやっぱ強調してほしいとこなんでみたいな指示を全部書くんですよ。カット割と
書いたりするやつはやる予定なので、そういった意味で間に合うかどうかっていうのがちょっとね不安なところなんですよ。週7日はそれは結構大変かもしれない。録音しっかりやるし、機材もちゃんとしてるし、編集も YouTube 用にやると。でこんなのはなかったですよね、今までね。で結構質問があったの、どういうのやるんですかって言うんですけど、いろんなことをバーンと出していくわけにはいかないですからね。でまずは基礎をやります。基礎文法です。で基礎文法だから、あ、なんだ基礎文法だったら役立たねえやみたいなのは、まあ、思うかもしんないですよ。知識の面ではそう思うかもしんないけども、書けるようになる、喋るようになるための文法の授業だと思ってください。なんで普通の英文法の授業とは違います。まあ、もちろんあの4択みたいな穴埋めはやりますけど、それはだいぶ違う形の授業だと思ってくださいな。そうだよ、今回から始まりました基礎英文法講座ですね。英文法って聞くとね、みんなねやりたくないよって思うわけじゃないですか、ね、英文法なんかやったってさ、どうせ喋れるようになれないし、書けるようにもならないって思ってるでしょ。やっぱ文法やってたから自分って喋れるようになったんだなっていうふうに実感したわけですよ。英語でなんて言いますか。そんなん簡単だよって思ったかもしれないですね。思ったかもしれないですけど、これを瞬時に英語で言える人っていうのは日本にはほとんどいないんですよ。わかりますか？それはなぜなのか。なんかマニアックなことはあんまりやらないと思ってください。ただまあ一応ね、入試に対応しなきゃいけないんで多少は話しますけど、ライレイレインとかああいうのはやりません。一切レイなんか自動詞で使うわっていうね。さっきもドラマ見ててレイで自動詞で使ってたわ、はい、そういうのじゃなくて使うのに役立つやつです。だ総計とか、東大役立たないとか、いや総計とか東大だってさ、英作に関してもゴミとか言っちゃいけないですね。もうめちゃめちゃレベルが低いわけですよ。それはもう経験上分かってるから、だからちゃんとそういうのもやります。だ基本的な文法の知識なんだけれども、この作文に役立つと思ってください。それやってきます。で、まあ、それが出揃ってからその受験の本格的なやつは考えます。標準編の文法を作った方がいいのか、それともね読解とかをやった方がいいのかとかっていうのはちょっと考えなきゃいけないなと思ってて、まだやっぱ始めてみないと分かんないんで、ドカッといかなきゃいけないので、そのための準備を今はしてます。で、まあ、宣言した通り、2年以内に最も有名な英語の予備校講師になるって宣言してますから、そのための対策はしていきます。ちゃんと、まあ、多少地方のテレビ局のやつとか決まってるんですけど、大きいのを取れないかっていうのを今すごい動いてます。成功すればめちゃでかい、2年じゃなくて1年でいけるかもしれない。その交渉は近日中にする予定です。これ取りたいんですよ、どうしてもね。これ取れればゾーンといけるんで、ちょっとね本当にね頑張ってやってるんですよ。だからちょっとねコメント欄でいいんで、テレビ出るんだったらこういう企画やってほしいみたいなのはぜひ教えてください。自分自身こう今どんどん出してってるので、プレゼンしていってる状況なんで、それがね通れば非常にでかいので、こんな企画やってほしいとか、これやったらいいんじゃないのっていうのをね、ぜひ本当に教えてください、ね、伸びそうなやつをね、知りたいんですよ本当自分自身もね、まあ、そんな感じが今のね現状なんですよ、ね。まあ、今までねできなかったことっていうのを実現させます。いかに自分の力能力っていうものを使ってこなかったのかっていうのをですね、まあ、よくよく考えたらそうですね。もう英語の試験めちゃめちゃ取ってて、だっても予備校で東大英語を教えるためにね、東大の大学院まで入ったわけですよ。そうやってむちゃくちゃ努力してきてね、上に上がるためにこれ全部ね、まあ、まあ当然英語の試験好きっていうのもあったけど、上がるためにこれだけなんていうか勉強に自分の時間労力を投資してきたわけですからね、それを確かに使わずにほったらかしにしとくのはもうもったいなさすぎるなっていうのはあるので、もう出しちゃいますね。そうです、英語の教授法だって2つも資格ね取ってるのに、ね、もったいなさすぎるよ使わないのはってね、まあ、確かにこのいろんなインタビューを受けて改めて思いましたね。確かになんでこんなくすぶってなきゃいけないんだろう、こんだけいろんなことやってきたのにと思いましたね。そうなんですかみたいなのさ、いっぱい言われるわけですよ記者の人に。そうだなと思って、なんで埋もれてなきゃいけないんだろうっていうのをすごい感じましたので、だ出ていきますんで、そこは期待しててください。はい、ぜひね、これからも応援よろしくお願いします。チャンネル登録高評価お願いします。なるべくね、皆さんの期待に添えるように頑張っていきたいと思いますので、そうですね、基礎文法の後はこういう講座があったらいいんじゃないかとかね、いうのも、ぜひ教えてくれれば
いんじゃないかと思います。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.